ですね、はい、そちらにはあの SL ミニ SL があって、なんていうの、機関車、ちっちゃい機関車に乗って2周するんですよ。楽しそう。そうめちゃめちゃ楽しいんですよ、うん、私ライブ1回目のライブの後に乗って
ちびっこと一緒に乗って、うん、とっても楽しかったです。大丈夫、そのスピード遅くならなかったの？うん、大丈夫でしたよ。大人の方でも全然乗れますので心配なく皆さんも乗ってください。そしてあとスリッパ飛ばしって言って、小学生以下の子が体験できるんですけど、スリッパを履いてこうやってピョーンで飛ばしてどこまで飛ぶかっていうのをねしてたんですけど、あのね、もうめっちゃちっちゃいね男の子なんですけど15メートルぐらい飛ばしてる子がいて、本当にびっくりして、すごかったですよ。まだねまだやってますので、ぜひねやられてない方はねぜひぜひちびっこのみんなやってほしいと思います。この後もあのまだまだ続いてますので、ね、全部のゲームなので、まだ1位目指すチャンスありますので、ぜひ皆さんやってみてください。はい、はいはい、ということで、それでは早速ですが続いてのナンバーをお届けしたいと思います。続いてのナンバーはこんなオレンジなナンバーに行きたいと思います。オレンジマンさん、なぎさに埋めた恋は今で忘れないよ、涙が溢れ出し心が消したあの瞬間、さあ今日は明日の釣りたいの祭り第2部、皆さん今日も
とうございました。ありがとうございました。さあ今日は5月1日ということで、はいはい、ドラ1応援デーです。イエーイ、ね、今日私たちが何度も言ってるし旗もね立っているんですけど、ドラ1っていうのは、はい、普通のドラ焼きじゃなくてふわふわの旗が特製の生地に、うん、なんか丁寧に炊き上げたあんこと、そして、うん、博多の塩を使った濃厚な塩バタークリームが挟まっている博多特製の美味しいどら焼きなんです、うん、で今日はですね、うん、その5月1日ということでどら1応援デー、皆さん今日はね、あの博多さんの店舗の方でお買い物をしていただくと、なんとどら1一つプレゼントされちゃうんです。でも皆さんもお買い物された方いて、畑田さん、あ、ドラ1プレゼントされた方もいらっしゃると思うんですけども、ぜひ5月15日までの販売となってしまいなっていますので、うん、ぜひ15日までにたくさんたくさんドラ1食べてもらいたいなって思います。はい、はい、そしてねドラ1といえば今日はね15時から、うん、なの大抽選会があるんですけど、 そちらにね当たった方はなんとなんとドラ1が110個もらえちゃいます。畑田さんさすがですね、すごいよね。110個とかだったらね分かるんだけどね。そう111個ってリリカちゃんどれくらいで食べれる？私ですよねやっぱり。やばいね。でもねこう111個もあったら友達に分けたりとかできるので、ね、ぜひぜひね参加してもらいたい、うん、あの参加する方法はですね、うん、あのこちらの会場でお買い物していただいた方にはゲーム券がついてくります、はい、そのゲーム券でさっきもね紹介したダーツだったり、うん、あと射的だったり、うん、あとスリッパとかね飛ばしとかにね、はい、あの参加して遊んでもらった方に半券がついてきて、そちらに番号が書いてあります、はい、そちらが抽選券となりますので、はい、ぜひねゲームで遊んで持ってる方はねこちらの抽選券を大事に持っていただけたらと思います。15時から抽選会始まりますので、はい、ぜひ皆さん15時からもこちらの方にお集まりください。はい、はい、それでは早速ですが続いてはドラ1にちなんでこんな CM のソングを歌わせていただきたいと思います、うん、それでは聴いてください。自分の中にある白の自分黒の自分全てを引き連れて生きていく。それでは皆さん聴いてください。お届けしますモノクロ。
いよいい時間になってまいりました。続いての曲でエノハガールズの曲ラストナンバーとなります。ありがとうございます。さあということで続いての曲は私たち農業アイドルですので農業に対する思いを込めて歌わせていただきたいと思います。それでは行きましょう。農業アイドル 500% でお届けしましょう。アグリズム僕らのアグリズム。
一番ドライチっていうのが販売されてるんですよ。皆さんご存知ですか、はい、ドライチっていうのあの皆さんがねよく食べてるドライチっていうパッケージに、はい、よく似たもう一個ね新バージョンといいますかドライチがあるんですよね、はい、そうなんですよ。武田須藤さんのお酒とコラボをしているお酒とドライチがコラボしている商品なんですけど、あ今持ってきてくれた。あ、いっぱい並んでる。これ、でで、ね、ーんと1番って書いてる、ね、書いてるんですよ、これこれ皆さんぜひこれも食べてみてください。はい、そして そこのお隣にも甘酒が販売されてるんですけど、こちらノンアルコールなのでお子さんでも未成年の人でも飲めるようになってますんで、試食もぜひ試飲か、うん、試飲もぜひ皆さんやってみてください。さっき飲んでみたんやけど、そうあの市販とかの甘酒って、うん、そうあの、まあ、好きな方はどうかわかんないんですけど、うん、やっぱり秋が来るじゃないですか、その飲むのに、うん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 、半分とかで残しちゃうんですよね。そうだね。でもあちらの甘酒はですね、あの甘いんですよ、もちろん甘いんですけれども、うん、甘かった。砂糖とか全然使ってないんですね。そうなの、お米の甘さなんですよ、うん、ぜひすごい甘くって飲んでみてください。はい、ぜひ飲んでみてください。お願いします。お願いします。今手を振ってくれてる人の肩のところへどうぞ行ってみてください。はい、お願いします。一番ドライチはそこのお隣に一番って書いてある張り紙がありますね。ドライチとコラボしてるんでね、はい、あれを目印に行ってみてください。はい、こんな感じでね、美味しいものをまだまだ他にもありますので、はいはい、ぜひ畑田さんの中のお買い物もね楽しんでいただいて、うん、こちらの方のお祭りも楽しんでいただきたいなと思います、うん、はい、はい、じゃあこの後引き続き皆さんお楽しみください。はい、それでは最後にエロハの魂です。はい、愛するあなたの葉っぱ役、みんなの心におるけんねん。以上、エロハガールズでした。どうもありがとうございました。